テイストオブジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本カオルです。さて今日はピアニストで作曲家そして編曲家でいらっしゃいます福井智美さんにお越しいただきました。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです。福井さん今年、はい、ご自身では6枚目ですかね、はい、6枚目のアルバムで、はい、でなんと5年前から活動されているあるバンドのファーストアルバムがリリースされるということで、はいはい、待望のファーストアルバム、はい、ありがとうございます、はい、タイトルが、はい、福井智美&マウントノネットっていうバンドそのものの名前なんですけれども、はい、マウントノネットっていうバンドを5年前から活動されていたんですよね、はいはい、それを地道に、はいはい、アルバムのファーストということでタイトルにつけられたということです、はいはい、なかなか面白いこのノネットっていうのは90層92編成の90層なんですよね。はい、そうなんです、はい、90層ってなかなか珍しいなと私は思ったんですけれども、ね、ビッグバンドがやっぱり多いですからね、はい、ビッグバンドは人数が多いので9人でどうにかこう、はい、リトルビッグバンドです、はい90層って面白いらしいんですよ、はい、その辺をねまた詳しくお聞きしていきたいなと思ってます。はい、はいはいはい、では早速ですねかかってまいりましたこの曲からご紹介いただけますか。はい、はいはい、スピークソフトリーラブ、これはゴッドファーザーの愛のテーマです。まずはスピークソフトリーラブ、ゴッドファーザーのテーマの、はいはい、曲をお聴きいただきました。ありがとうございます、はい、マウントのネット、はい、90層ということなんですけれども、はい、マウントはこれは何マウントは
富士山の、日本の富士山のマウントを意識してつけました。はい。で、富士山というのは、うん、世界遺産なので、はい、世界遺産のようになれるように、のねと9人が、90層、なれるような、まあ、いい音楽っていうことですよね。はい。はい、そういう願いを込められてるわけですね。はいはい、で、まあ、この、マウントのネット、5年前から活動してるわけなんですけど、はいはい、メンバーはずっと同じ。初めはね、いろいろこう、やっぱりこう、誰にしようかなって、吟味をしながらっていうか、こう、合う合わない、いろいろありますから。で、やっと、まあ、落ち着いて、このメンバーにね、はい、数年前から。はい、鉄壁のメンバーになったわけですね。はい、なりました。はい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、ファーストトランペッタが、浦田祐樹。はい。はい、そして、セカンドトランペッタが高瀬隆一。はい。はい、そして、トロンボーン、三塚智樹、アルトサックス、加用正樹、テナーサックス、辻野慎介、はい、バリトンサックスと時々フルート宮崎達也、うん、そしてベーシスト俵山正幸、はい、そしてドラマーがまあ一応私と総統リーダーということになっております、はい、藤井学です、うん、そしてピアノとアレンジと指揮が、はい、福井智美です、はいはい、このような9人で90層なんですけれども、はいはい、そもそもこの90層をなんでやってみたいと思われたんですか？はい、今までにその2冠、トランペットとテナーサックス、うん、そういうものをやっていたんですね、はい。で、テナーサックスとトランペットにトロンボーンを入れたらどうなるかな、30層もやっていました、はい。で、30層の後は4人になるんだったら、もう6冠にした方が面白いんではないかということで、うん、指が、10本ありますよね、はい。和音をピアノの、10本の指でピアノで和音を押さえるときに、一番多くても、10個、うん、10音を押さえられますよね。はい、それを7音にしたり、8音にしたり、はい、まあ、6管で、プラスピアノがサウンドすると全部で 10の音になるという。まあ、6人がちょうどいい、9人ということで。なるほど。ピアノトリオに、管が6、感ということで。で、ギターを入れないで、はい。10にしないで9にしたんです。あえてギターは抜き。抜きで。はい。そこにすごく意味があるわけですね。そうですね。ギターなしのサウンドで、その代わりバリトンサックスがフルートも吹く。ということで、あとはトランペットがミュート、ハンマーミュート、いろいろミュートをして音を音色変えることもできますし、はい。はい。90層って本当、やってらっしゃることあまりきっといらっしゃらないですよね。うん、最近は少ないですね。昔はあったんですか？日本は少ないと思うんですけど、なんだろう、マイルス・デイビスの90層ってあったんですよね。まあ、あと誰かあったかな。まあ、まあ、でもそういうくらいってことですよね。はい、そこへあえて切り込んでいかれるっていうのが、また面白いですよね。どういう感じになるのかなって、うん、まあ、でも自分がアレンジしたものを名手たちに、うん、演奏してもらうことほど妙に尽きることはないというか嬉しいですね、うんうん。ものすごい大人数でもないし、でも決して少なくない。うん、ここっていうのはやっぱり面白いとこ難しいとこあると思うんですけど。その6人で吹いてもらって、うん、十何人の音に聞こえるように吹いてもらうんですね。うんうん、それで、みんなが、私の書いた、まあ、設計図みたいな譜面をですね、はい、まあ、家を建てるとしたら大工職人で、名職人がこう、いい家を建ててくれるような、うん、いい音楽にしてくれるんですよね。うん、書いてあるものを、さらにそのアーチキュレーションを加えて、スタッカートで弾くとか、テヌートとか、レガードで弾くとか、そういうものをもう、管の人たちが、こう、一緒に合わさって、相談しながら、すぐあうんの呼吸で、ここはスタッカートで、ここはこうにクレッシェンドにしていく、大きなことは私が、こういうふうに、サジェストしますけど、細かいところは全部彼たちがやってくれるので、すごい助かります。いや、実力ある方々ばかりだから、そういうことが。経験値も深いんですよね。で、大きなバンドでもいろいろな、もう本当にジャズの登竜門で、角田健一さんとかもいろんなバンドの皆さんも、登竜門で、はい、まあ、ね、卒業されてきてるので、はい、いろいろな経験と知識があるので、はい、私の足りないところは全部サポートしてくれてます。本当にもう頼れる8人。はい。はい。そうです。こういうメンバーで、作られたバンドなんですね。はい。はいはいはい、で、はい、じゃあ曲、ちょっと1曲お届けしたいんですけど、これは、
福井さんのオリジナルですね。はい、はい、そうです、うん、1曲目に収録しました、うん、ワンモアチャンス、チャンスはもう一度あるということで、1回ではないということで、はい、いいタイトルですね。はい、ありがとうございます。アルバムの一番初めに、はい、この曲からスタートするという曲をお聴きいただきました、はい、このアルバムね、うん、マウントのネット、うん、バンドの名前がそのままついてるんですけれども、はい、このアルバムには10曲入ってるんですが、うん、福井さんの曲があともう一曲なのかな、うん、314D という、ね、はい、このね、なんかパスワードみたいなタイトルなんですけど、うん、これはね、3月14日というのはホワイトデーなので、はいはい、3月14日ホワイトデーの D なんですね、でその中でホワイトデーにお返しをいただいたクッキーがとても美味しかった、うん、デリシャスのデーでもあるんです。そうそう、いろんな意味が、その食べ過ぎてデブ、太ってしまったデブのデーです。だからデーの難情なんですよね。で次のネクストドアでその彼とうまく話がいって、ネクストドアの D、 もういろいろこうわざとこう結びつけてるんですけど、はい、面白いですね、はい、ちょっとモダンな曲です、はい、
その他の曲は、これはどういうふうにして選ばれたんですか？はい、いろんな曲ありますよね。はい、そうですね。うん、ゴッドファーザーの愛のテーマは私が好きで、うん、007も、はい、初めの頃にアレンジした曲だったので、うん、そして、あとは、帯を書いてくださっています、はい、寺島靖国さんの、はいはい、こんなのどうって福井さん、うん、ジャズにアレンジしてみたらっていうのが、夢のカリフォルニア。はい、ママス&パパスの有名な、はいはい、ギターが入ってます。曲をちょっとバラードに、はい、仕立てました。はい。そして、あとは寺島さんのもう一曲、はい、あれですね、リクエストは Without You という、ラテンの、なんか日本で言ったら昭和歌謡みたいなメロディーの曲、はい、マイナーの。結局ああいう曲がお好きなんですね、はい、でそれをトロンボーンをフィーチャーしまして、ゆっくりなリズムでトロンボーンと、はい、アルトフルート、はい、アルトフルートで、はい、面白いですね。そうそうそう、あとは、カミホームベイビーはこれはあれですよね、はい、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンのイントロで始まるんです、うんタン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 っていうね、ちょっといろいろ、はい、楽しい感じです。Dreams Wheel はこれは、ヘンリー・マンシーニの綺麗な夢の中でという曲を、ボサノバの、スローボサノバの、はい。いや、楽しい曲がいっぱい入ってますけれども、はい、ほとんど聴くことはできません。ぜひアルバムを買っていただいて。はいはい、よろしくお願いします。はい。さあ、今ご紹介いただいた中で、ありましたけれども、綺麗な曲ですね。はい、ご紹介いただけますか？はい、ミシェル・グランのナンバーから、華麗なる賭けという映画で使われましたナンバーで、はい、風のささやきです。
のささやき。この曲って割とメロなイメージがあったんですけれども、うん、華々しいですね。うん、素敵なんですよね。こういうふうにジャズでアレンジしてみると、うん、スティングがね、歌ってるバージョンがあって、そうそう、この華麗なる家系のリメイク版で、俳優のピアース・ブロスナンがね、リメイク版で2000年に出たので出てるんですよ。はいはいはい、それを見まして、映画を。で、その中でこの曲がね、スティングが歌ってるのがかかっていて、いいじゃないと思って、じゃあこれをアレンジしようって決めたんです。で、メロディーを生かして途中で、はい、16ビートから4ビートに持っていって、みんなにアドリブをしてもらう。トランペットとフルートと最後に私が来て、はい。はい、それでまた16ビートに転調して戻るという形にしてみたんですね。いや、今日、聞かせていただいていて、はいはい、やっぱりアレンジがみんなすごく面白いですよね。ありがとうございます。これ全部福井さんがやっぱりアレンジは担当されて。はい、はいはい、そうなんです。まあなんかいろいろ。そうそうそう。アレンジしたものを、他のメンバーが、まあ、上手に吹いてくれるので、私の意図を組んでいただいて、はい、上手に。いい形になります、はいうん、やっぱりこうアレンジっていうのは力が入ります。そうですね、はい、自分の好きな曲はこれをやってくださいって言われて、うん、言われるのよりも、まあ、自分の好きな曲は気持ちが、うん、とてももともと好きな曲だったりするとねイメージがもうありますから、うん、でトロンボーンの音をメインにしようとかトランペットの音をメインにしようとか、うん、アルトサックスをメインにしようとかもいろいろ考えて、うん、でも時々ピアノをメインにしたいとかいろいろその構想がすごいたくさんあるので、はい、本当ねアレンジにも注目してこのアルバム聴いていただきたいなと思います。さてライブはありますか？はい、はい、ノネットは、はい、あまり普通のライブハウスではなかなか9人編成ですとできないんですけれども、ね、はい、ジャズフェスが主になりまして、うん、はいはい、これからのですと、一番近いのが、10月の2日が甲府ジャズ、はいはい、ストリートっていうのかしら、うん、そこはコットンクラブというところで、コットンクラブ、コットンクラブがあるんですよ、甲府にも、はい、スイングとお店もいろんなとこにあるんですよね、はいはい、そういうでそこで、はい、1時間3回ステージだったかな、すごい長いんですよね、10月12日ね、はい、うん、そして、はい、その次の翌日が10月13日、これは横浜ジャズプロムナードですね、はい、館内大ホールで12時から1時半まで1時間半のワンステージで9人でやります、はい、で一番大きなホールかな、うん、そうですね、みなとみらいホールと館内ホールが大きいかな、そうそうそう、はい、ですね、はい、まあ横浜出身なので横浜のね、イベントにはたくさん出してもらっておりますけど感謝してます、はい、そしてその後が今度11月になると今度は、はい、横須賀友達ジャズ、まあフェスティバルなんですけれどね、はい、ベイサイドポケットっていう横須賀芸術劇場潮入りの駅降りてすぐのところの、元横須賀プリンスホテルだったところもね、はい、あそこの、500のキャパのところで、そこもマウントノーネットで出ますね、多分1時間のステージだと思いますけれども、はい、なかなかマウントノーネット本当にこのメンバーを集めるのも大変ということもありますよね、はい、そうです、みんなのスケジュールがやっぱ多いともう半年先できていかないと、はい、だから今3つのこの機会ご紹介いただいたのはなかなか貴重な機会だと思いますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、今かかってきた曲ちょっとご紹介いただけますか、はい、これはですね、はい、007とあとは途中から危険な関係の、はい、ブルースのテーマを、はい、で最後にまた007のこのテーマが出てきて、はい、サンドイッチに したアレンジなんですけれども、はい、これですね、まあ普通はこれギターが弾くんですけどね、はい、ギター入れないので私がピアノで、はい、ここにメロディーをどれだけこうレガートに弾くのかちょっと跳ねてますけど、はい、でここからトロンボーンが入ってきて一緒に演奏をして、はい、これは一般の人に分かりやすく楽しんでいただけるような全員のアドリブが少しずつ入っている唯一の曲です。はい、で、まあ、今日はマウントのネット、まあ、中心にお聞きしたんですけれども、はい、その他にもね福井さんトリオ、まあ、トリオもあるし、はい、クインテットもあるし、はいはい、タワーステーション、あ、タワーステーションはね、うん、ベースのタワレマさんの、うん、元ルパン三世のね、はい、でちょっと少しの提供してる、うん、ちょっと影響なんですけど、まあ、普通のトリオは、月1回、新宿ジュエリーとか、
今は J ですね、うん、はい、そうですね、はい、はい、まあ、詳しいことは福井さんのホームページを、はい、ご覧いただければ、はい、はい、スケジュール分かりますので、はい、で、あの、今回ね、このライナーを読ませていただいて、あの、寺島さんとね、にっこり写ってる写真もあるんですけども、はいはいはい、その代わりに、あの、あれ、ラズエルさん？そう、日本の漫画家のラズエル本人の、ラズエルさんは、あの、と、寺島さんは、もうとても、ジャズに詳しくていらっしゃって、まあ、ブルーノートが好きなんですけどね、はい、実はねこの番組にも、ね、出てたこともあるんですけれども、はいはい、あのライナー書いてらっしゃるんですね。そうですね、よく理解者の今回だけじゃなくって福井さんのアルバムも何枚も書いてらっしゃるんですって。そうなんですよ。4枚目、5枚目、6枚目トリオ4、5っていうのがディスクアルバムで出してもらいましたけど、全部ラジオさんが書いていただいております。で、寺島さんの帯です。はい、ね、よく寺島さんが譲ったなと思ったんですけど、も帯もね、帯も今回はすごいいいこと書いていただいて、はい、前回はなんかファッションショーなんて言われちゃって、まあ、いやもう口悪いですけど、ね、はいはいはい、もう、はい、悪気がなくそんな、はい、今回はもうすごいいい帯です。イラストもね、とても素敵ですし、今回は絵ジャケにしました、うん、はい、とっても素敵です。子供の、うん、子供のビッグバンドを教えているので、子供ということでね、あのちょっと駆け足でご紹介してまいりましたけれども、はい、今日のゲスト、ピアニスト作曲家編曲家の福井智美さんをお招きいたしまして、はい、マウントナイツのファーストアルバムご紹介いただきました、皆さんぜひお聞きください、はい、ありがとうございます、はい、福井さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。テイストオブジャズ、お相手は山本カールでした。それではまた。